すすめの朝ごはんです。右側に富士山。川口湖で富士山っていうようなイメージで、体の向きは向こう向いて、そうこっち向いて後ろ下がって後ろ散歩よ。少なくなっちゃう、具ばっかり。本当鍋みたいな。一回蓋して火取ったら味噌入れよう。朝ごはん。はい、完成しました。豚汁と、お米と、お米と、ごちゃ混ぜ焼きと、卵焼き。はい、じゃあいただきます。いただきます。豚汁から飲もう。これはこれからや。ああ、ま、ほっとするわ。ご飯もいい感じ。うん。はい、ということでおはようございます。ホンダホトのリュウヤとスミレです。はい、港湾キャンプ場の2日目の朝となります。ね、朝から富士山はしっかり見えましたし、うん、ちょっとね朝の、朝焼けっていうの、うんうん、っていう色もちょっとね見ることができましたので、うん、ただ風が強かったのでね、本当は焚き火とかしたかったんですけど、うん、それはできなくて、うん、まあけど良い時間を過ごせましたね。はい、レイトチェックアウトにしてるんで、17時までいることができます。で今は10時半、うん、遅めの朝ごはんですDusty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above, breaking through with hope of light.ここがどれだけ甘いかな。うん、おいしい。はい、これ買いました。コベアキュービックっていうガスヒーターですね。このちっちゃいサイズの、うんはい、こういうなんかお餅焼くときに便利ですよお餅だけじゃないけどね。僕らは車中泊するんで、まあ、車中泊の時に、うんどうしてもね、ちょっとした暖房が欲しいなっていう時にちょっとこれを買いました。うんうん、そう、いいよね。今はお餅焼いたんですけど、うんうん、例えばちょっと缶コーヒーとかもすぐ冷めるじゃないですか、うんうん、そういうのももう上にポンって置いとくと
温まったりとか、うん、結構火力もすごいし、うんうん、そう温かい。でこれをテテキャンが教えてくれました。そうテテキャンが前回使っててえめっちゃいいじゃんって言ってうちもそうそう速攻アマゾンで買ってその時8800円で買ったんですけども今見たら8200円でした、ね、そうこれちゃんとねこの付属のカバンもついてるし、うんうん、そうそう持ち運び便利だね。火力の調整とかはできないんですけど、うん、でもこれは使い勝手良さそう。ちょっと指先が寒い時とかね、そうすぐ温まる。そうもうほんと使って3秒5秒で温かくなるんで、うん、それはいいよね。いいね。あとはまあ一応もうまあ Amazon のベストセラーにも入ってるんでこれみんな知ってると思う知らない人がいたらもしね車中泊とか、うん、なんかちょっと少し温まりたいなっていう時に使えますね、うんうん。はい、撤収完了しました。撤収完了です。お疲れ様です。はい、公安キャンプ場楽しかったね。はい、楽しかったです。はい、はい、じゃあ今からですね、ちょっと富士山にせっかく来たので、うん、富士山とスミちゃんのポートレート写真をどこかで撮れたらなと思います、うん。はい、もしなんかいい場所がなくて撮れなかったらこれで以上となりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、夕日と富士山とポートレート、はい、どうぞどうぞ。右側に富士山、夕日が当たるいい場所ないですかね。はい、精進湖に来ました。お、夕日来たね。はい、ここは西湖です。西湖に移動してきました。はい、西湖に移動してきました。お、凍ってるね、また。あー、なるほど。はいはいはい。あ、そこで止めて。でも夕日が当たってないね。結構こっちはもう誰も来てない穴場かもしれません。ちょっといい撮影スポットがないか探し中です。そう、日がねもうちょっとで落ちちゃうからちょっと急ぎ目で早歩きで探しております。いい写真撮れますように。なさそうはちょっと待って、このあ、いいかも。どうだ、いまいちか。いける気がする。はい、ちょっと、まあ、ベストなところではないんですけども、ここでちょっと撮ろうかなと思います。まあ、富士山とちょっと手前に可愛いススキっぽい猫じゃらしかがあるのでそれと一緒に撮る感じで、奥の方にはススキと山中湖、川口湖で富士山っていうようなイメージで、あんまりもうちょっと有形でね、まあいいや、言い訳は。はい、撮ります。はい、やすみちゃん目線はね、そう下に落としてちょっと一歩歩くイメージ。そうそうそう、このままキープ。はい、一回楽にしてレンズ変えます。やっぱグッとまっすぐ立って富士山見てる方にしよう。この時に僕が見てる視点っていうのをちょっと見てもらおうかな。じゃあ僕の今目の前に、こういう風に見てます。ちょっと GoPro だと、光が分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、こうやって見てます。ずっとどっかいいとこないかな。で今こうやってパッと見た時に僕が気にしてるのは背景と、光がどのように当たっててどこがエモいのかっていうのを見てます。でお寺こっち見た時に、まあ、この背景ってそんなに良くないなってやっぱ思いますよね。山があって色的にも暗いから。はい、でぐーっとこっち見た時に、あ、富士山あるやん。しかも富士山の、山中湖川口湖川口湖がちょっと色エモいな。こっち見て、あ、ススキがちょっとその、ね、夕日が当たって綺麗だなっていう風に思います。だからこっちの景色よりも
こっちの方がまず綺麗だなっていうふうに思います。ということはこっちを背景にした方が綺麗に撮れるんじゃないかっていうふうにまず思います。で続いて被写体になる人の顔にどのように光が当たってるか、はい、ずっと僕の方向いて体を動かしてください。はい、見て分かりましたかね。まあ当たり前なんですけども、太陽の日がある方から光が当たって顔が明るくなってます。なのでこの時のポイントは、まあ例えばこっち側で、こちらと暗いですよね、顔が。ということはこっちはどちらかというとシルエットとか、ちょっとエモいな、エモいって何ちょっと雰囲気のある写真が狙えそうだなっていうふうに思います。で逆にこっちは人物の顔が明るいので、人物メインで背景ちょいちょいみたいなっていう感じの動画が狙うこと、あ、写真が狙うことができるっていうイメージです。はい、はい、じゃあまずエモい方からいきましょうか、はい、顔が日陰になってる、そう、かっこいい感じ、そう、日陰になってる方からいきたいと思います。ちょっと片手に GoPro 持って、足こうやって、ちょっと前に向きながらブランブランしながら目線下に落としながら、そうそうそう、体の向きは向こう向いて、向こう、そう、こっちも後ろ下がって、後ろ3歩4歩下がるよ。はい、じゃあゆっくりゆっくり歩いて、左見て、左、そうそう、はい、振り向いて、こっち、はい、 OK。はい、今度は表情メインでちょっと撮ろうと思います。はい、ちょうどこのススキのこの前ら辺に来てください。はい、そう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 、 OK。 はい、でここで撮っていきたいと思います。イメージ、目線は、太陽の方を見ます。なぜこれ太陽の方を見てるかっていうと、人物が太陽の方を見るとちょっと明るいイメージになります。なんだろう、日に太陽に向かって吠えろみたいなイメージ。うん、どっちかで目線は上に上げることで明るいイメージですね。わかるかな、もう感覚でしか話せんから。ちょっと今片手で GoPro 持ちながらやってるんで、そう、ちょっと希望に、希望、ちょっと希望に満ちた表情で、なんかどうしようかな、もうちょっとポーズ的にはなんか寒いけどもあったかいみたいな。よいしょ、隠しました。寒いけど、そうそうそう、あ、いいね、そうそうそう、ちょっと前歯出てる、前歯が。そのままね。あ、難しい、 GoPro 持ちながら。ちょっと待って、もう腕が、片腕が限界かもしれない。そう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 、はい、こんな感じ。あ、こっち見なくて大丈夫です。そう、口閉じて、そう、もう一枚そのまま。女性を下から撮るときは鼻の穴だったりとか、首の肉、顎肉っていうのをちょっと気をつけて撮ってくださいね。すみちゃん、もう一歩、湖側に一歩行ける？ちょっと崖になってます。頑張って。獣道みたいな、そこぐらいでいい、行けるところで、上半身のみです。目線をそのまま下の方に落とし、左下、左下、ゆっくり上に上げよう。 OK、はい、もうちょっとゆっくり、そうそうそう、いいよいいよ。で背景の玉ぼけを気にしつつ、またストップストップ、もう一歩下がって、もう2歩、2歩。そこで向こうを向いたりとかしながら、はい、下目線を落として、どうぞ歩いていいよ。はい、こっち見て、ちょっと。まあ、どれかあるんじゃないですか。はい、まあ、微妙だったら、まあ、微妙で。まあ、そんな感じです。はい。一応、ポートレート、風景&ポートレートの撮影講座でした。はい。はいはい、じゃあその写真がこちらです。はい、こちらです。はい、じゃあありがとうございました。さようなら。
まったねー。いやいや、富士山だから。